巨大たちよ、えー、今日は、えー、2番目の旬説の日、えー、には、j e イエス c h r i ははっきり私たちにこの40日間の間にどこへ向かっているということを示してくださいます。はっきり、はっきり巨大たちよ。もう本当に、えー、その えー、断食、祈り、施し、この三つの武器は何のためであるかをはっきり今日の福音に現れます。イエスクリストは私たちをどれほど愛しているかを今日の御言葉に現れます。示してくださいます エルザレンに行きます。そちらでは非常に苦しまなければならない。イエスクリストだけではない兄弟たちよ。イエスクリストは先頭にこの四巡ュ節の間にも歩んでいますが、私たちは彼の弟子であるから、同じような運命に参加しています。私たちはあんまり え、それを、えー、わかりたくない。けど、イエスクリストは本当に愛を持って私たちに示す。私は苦しむだろう。私は軽別されるだろう。私は追い出されるだろう。受け入れられないだろう。私は、ギリシャ語の言葉はね、あの、 軽蔑されるというかね、あの、追い出されるというか、えその言葉は、グリシア語で、あの、えー、コイン、コインがえ、その時ね、その時代のコインは、本物であるかどうか、試す。試すこと。その意味です。えあの、なんか、え金であれば、やっぱり火に、 入れて本当の金であれば、もうそのまま、そのままの残るね。でなければ解けられて、もう本当に本物ではないということ、すぐ現れます。などね。本当にこのコインには価値があるかどうか、このコインでは、え、あの、品物を払うことができるかどうか、あの、なんか、その税金などを、え、あの、払うことが、払うことができ、払うことができるかどうか、 そその、試すためには、この、えー、動詞、が使います。え、軽蔑される、非常に深い、その意味ですかね。あの、イエスクリストは、本当のコインであれば、本当のお金のコインであれば、彼が私たちの救いのために、命をかけながら、 払うことはできます私たちを買うことはできます。私たちの人生、私たちの魂を買うことができる。だから、どうしても、その試練に、イエスクリストは入らなければならなかった。私たちは多分、まだまだ、え、神のご計画は何であるかを分からなかった。知らなかったもん。ね。でも、私たちが、 イエス・クリストに従って言うのは、やっぱり私たち、まず私たちが救われるためです。私たちはそれを気づかなかったと思う。まあ今日は彼らが何も言ってないが。けど、イエス・クリストの言葉には、彼らの考え方、密かな考え方、裏にあった考え方が、 えー、バレルれる。バレルなぜかというと、やっぱり、えー、あの、人間、たとえ、人間は、すべてを手に入れていっても、すべてのにすべての権利、すべての、ね、お金、ね、富など、手に入れても、それは、何に役に立つのか。 自分の魂を、そのすべて、この成功を得るために、失、失うならば、自分を失うならば、何のためですか役に立つことではないでしょう。だから、弟子たちが私たちと同じように、自分の心の中にあった、その 目的、その考え方を多分まだ知らない。まだ知らなかった。まだ知らなかった兄弟たちよ、ね。だからクリストははっきり何回も私たちにそれを言ってます。私は、そしてあなた方が私について行くのは、まずあなた方が救われるため、そして あなた方を救われるだけではなく、すべての人々を救われるためです。だけどあなた方は、みんなのために、発砲を通して、その経験を自分の中に、自分の身に、自分の人生に経験しない限り、この救いはあっても、人々の自由に現れない。 現れることはできない。人々をその救いに入るように、その救いを受け入れるように呼ぶことはできない。あなた方は人であるから。わかるだから、四純説は私たちの準備でもあります。ね。人、まず、イエスキリストとの婚約時期。婚約期間です。 彼の親しみを深めるため。彼を知るため。自分を知り、彼を知る。そのために、まず、ね、基本的に、手順説は私たちに与えられます。手順説は、ね、私たちの地上を歩んでいる間の、時期、期間のイメージです。ね。復活説は、あの、 天国に私たちが永遠に生きるその永遠の時間のイメージです。で、真ん中には、ね、え、イエスキリストの死と復活の神秘、過ぎ越しの神秘、結婚。だから私たちの人生一生涯、その結婚、つまり私たちが死んだ時のそのね、え、最も大切な結婚の準備です。同時に、 どよく聞いてください。同時に、私たちがその結婚のために準備すると同時に、私たちが選挙師として、証人として、使徒として、準備する。あるいは、イエス u リストに準備されます。イエス u リストは私たちを導いて、私たちを つれて、引っ張っていることによって、私たちにいろんなことを説明する、教えてくださる。そして、私たちに彼の愛、彼の死と復活の神秘のもっと深い意味、もっと深いの意味を示し、経験させます。だから、この主純説はどれほど大切であるか。 どういう風うに大切であるかやっぱり兄弟たちよ。私たちが自分を捨て。自分自身を捨て。あなたが本当にクリストに従いたい。もし、あなたが、誰かが私についてきたければ、あなたが本当にイエス・クリストに従いたい。呼ばれて、呼ばれるのは呼ばれるけど、 あなたが、私が、本当にクリストに従いたい。本当に、自分の救いを経験したい。救われたい。そして、自分のためだけではなく、多くの人々のために救われたい。その救いを経験したいんですかこの使命があなたに当たるということを、ちょっとだけわかっているんですかそれに呼ばれているメメザイタうということをわか、あの、本当に認めていますかさあ、そうだったら、まず、 自分を吸って。自分自身、自分の考え方、自分の判断、自分のえ価値観、偶像などにいいえと言いなさい。知り添け。自分にはまだ悪魔に縛られている。悪魔に騙されている。その部分を殺せ。この悪魔の偽りにいいえと言わない、言いなさい。 これ毎日毎日毎日の歩みです。イエス・キリストはあくまに私たちに代わって先頭にいいえ、いいえ、いいえ、尻溶け、尻溶け、尻溶けと言いながら歩んでいます。私たちはこの尻溶けというイエス・キリストの言葉をとってその言葉のを自分の言葉にして歩む。 つまり、十字架を毎日、背負う。難しい。毎日、毎日、私たちに与えられているその不安、その不満、その難しさ、人々との関係の難しさ、人々に愛されないこと、人々に非難されること、奥さん、あるいは囚人が自分を大事にされないとき、理解されないことき、 両親がなかなかあなたのことをわからないとき、厳しくあなたを責める、あなたが本当にそれを認めにくいんでしょあるいは、えー、あの、失敗したとき、自分の弱さが現れるとき、講義があなたの肉に入るとき、病気、お金の問題、仕事の問題、学校の問題、勉強の苦労さ、 仕事の苦労,苦労とか、それは全てを受け入れる。自分でで,できないから、イエスクリストに従う。あるいは、別の言葉で言えば、イエスクリストに従うので、十字架を背負うことはできる。どうしてその十字架は彼の十字架彼の区引きです。その中には、私たちが準備されます。その歩みな、その歩みの流れでは、 ますます、私たちは、自分が愛される。自分が救われる。クリストが私を愛する。命をかけながら、命を、あの、失いながら。命と言ったら、やっぱり科学的な命というね、あの、グリシャ語の言葉、ビオス、ビオスという言葉がね。あの、それは科学的。えつまり、すべて、え私たちを、うー張り付け、十字架に張り付けられることによって、命を、 失う。命が、なんか、滑ってしまう。私たちの手からでしょ。全てを、え、あの、捉えようとするの。逆の態度。どうぞ、どうぞ、どうぞ。この、このものも、あの、失う。失う。この、全て。全て、君たは、全て。その中には、イエス・クリストはあなたの命であるということ。 あなたの命であることということを経験する。つまり、すべてがあなたに、え、喜び、幸せ、ね、本当のなんか感性を与えられないということを経験したところでは、イエス・キリストがあなたのすべてであるということを経験する。これは救いです。これは、 死と復活の神秘。クリストの死と復活の神秘。あなたの死と復活の神秘。クリストはすべてを捨てた。すべてを失ったが、永遠の命を人間的にね、得られた。私たちのために得てくださった。そして私たちに与えます。だからね、本当に、イエスクリストに従いたい。さあ、今日の日に、イエスクリストにしっかり結ば、結び、断食、 祈り、えー、男子をすることによって、あなただけ、あなたと一体となりたい。あなたとし、あの、しっかり結びたい。その親しみを深めながら歩む。そしてイエス・キリストが、私たちの富、私たちのすべて、私たちをそのまま愛し、私たちを救い出す、すべてを経験することができます。良い、私たちよ、良い、自純節の歩みを。